改装前のホーム入り口池の上駅は東京都世田谷区台沢二2丁目にある京王電鉄院の頭線の駅である井の頭南管区所属。駅番号は E04。島式ホーム1面2線を有する地上駅で京上駅舎を持つ。2006年3月の駅舎改良工事でバリアフリー化された。出入り口は2カ所あるが、この改良工事によりホームマイナスコンコース。 コンコース駅北側、コンコース駅南側を連絡するエレベーターが3基、設置された。かつて北側の出入り口はエレベーターのみの設置で、あったが、駅直結の住宅竣工に伴い、北側出入り口にも階段が設置された。トイレはかつてホーム上にあったが、駅舎改良工事竣工時に2階改札内に新設され、同時にユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレも設置された。 2020年度の1日平均乗降人員は6,654人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。駅前商店街駅出入り口は東京都道420号サメズ大戦線,線に面している。この道路が駅の西側で線路と平面交差している。ただし福井が5から6メートル程度であり、 広場等の空間も特にない。この道路等に沿って、近隣商業地や、中日アンゴラ共和国大使館、池の上駅前郵便局がある。またその付近には、池の上昇学校がある。下北沢駅や小田急線の東北沢駅へは、徒歩8分程度で行き来が可能である。世田谷区の一角として、周辺には、完成な住宅街が広がっている。松陰中学校。 高等学校のほか、南に約10分ほど歩くと、都立国際高校約15分ほど歩くと、駒場学園高等学校が所在し、通学生も多く見られる。隣駅の下北沢までの距離は600メートルである。ありがとうございます。